はい、こんにちは、クレッドチャンネルです。本日もカミカミ解説でお送りしますが、最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、本日は有料点を下がりしだせラウンド1というタイトルでお送りしていこうかと思います。それでは参りましょう。はい、ただいまプレゼント企画実施中です。締め切りの方は6月3日の土曜日ですね。こちらのサムネに詳細ありますので、ご視聴よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、本日まず狙うのはこちらの超でっかいベイマックスですね、を狙っていこうかと思います。でね、久しぶりに行きつけではない店舗をちょっと行ってみました。で、ここもね結構大きめだったんでね、まあちょっといろいろあったんで、また後日ね、たくさん動画上げていこうと思うのですが、まずね、この設定見てください。一撃でね、ここまで重たいのをね、引っ掛けて寄せることができたんですよね。なので、基本的には爪の角度も見てください。結構いいんですよね、これね。で、さらにシールド見てください。これね、シールドに寄りかかってるんですが、景品自体がね、もうボールについてる状態なんですよ。ということはね、かなりシールドも正直低い状態になっております。なのでね、これね、一撃でね、手に引っ掛けたんですが、それで寄せた瞬間、あ、これもいけるなっていう、私正直確信しましたね。はい、というわけでね、今頑張って手に狙っているんですが、これね、高さがね、あるんでね、ストップボタンが効かないんですよね。というわけで、ちょっと引っ掛けは無理そうなので、ここから脇で寄せていこうかと思います。さて、久しぶりですね、この大きいサイズをね、脇で寄せてね、こう、引っ掛かりで寄せながらゲットするっていうのは、さあどうでしょうか。見てください、このパワー完璧です。ここの店舗さん超有料店です。いろんなね、プレイしたんですが、かなり設定良かったです。久しぶりにね、ちょっと昔のラウンド1さん思い出させてくれてましたね。というわけで、このラウンド1さんちょっと行きつけにしようかと思います。そしてこれもね、脇に寄せた瞬間、これゲットですね。これですがね、今回ね、新しい店舗ということでね、騒ぎ立てないように静かに私やろうと思いね、もうこれは普段であればね、確実に言うてるんですが、今回はあえてもう自分で押してゲットです。はい、無事にマッチョが押しでゲットです。はい、リプレイで見ていきましょう。まあここもね、やはり静かにプレイして目立たないようにしました。はい、というわけでベイマックス、この設定めちゃくちゃ良かったです。600円、これならね、多分初心者の方も取れるぐらいの設定なので、はい、簡単でした。ありがとうございます。はい、続いていきます。これミニオンですね。これは新作なんかちょっとわからないんですがね、これちょっと可動域ね、かなりあったんでね、奥のこれ右下のミニオンのサスペンダーですね、ここの肩についてる紐ですね、をね、引っ掛けていこうかなと思ったんですが、まあ一回ね、ちょっと遊び半分で狙ったらね、思いのほか届いたんですよ。なので、もう一度狙っていこうかと思います。もうこれ一番奥行き限界ですね。さあどうでしょう。これね、サスペンダーに引っかかってる、刺さっているんですが、ほんのあと数センチですね、数センチね、あと奥に行けばこうザブっていくんですが、でね、これあと残念ながらね、なぜかね、爪がぶっといんですよね。これね、もしかしたら爪がね、細いとね、下へのこの押しの力が強くなるんでね、入ったかもしれないんですが、なぜかこれが爪が極太爪になっていますね。逆に言うと、でもそれは有料設定ということですね。はい、というわけで、まあゲットはできなかったですが、これはかなりの有料設定だと思います。はい、でまたね、こちらのミニを狙っていこうかと思います。見てください、右上、こいつね、ゴリゴリ当たっちゃうんですよね。これね、やっぱね、大きいゲーセンになっちゃうとね、やっぱ設定ミスちょこちょこあります。というわけで、焦らず確実に右に落とします。右に右にですね、右に右に、地道ですが、慌てないですよ、慌てない。さあどうでしょう。これね、戻っていくアームパワーっていうか、アームボディで攻撃を、ちょこっと触りましたね。まあまあ、でも行きましょう、まだ100円なんでね。というわけで、もう一度いきます。もう一度間違わずに、左から右にゴリゴリと、おっと、ちょっと頭が落ちてきましたね。来たんではないか。さあどうだ、来ましたね。おっと、これはどうだ。お、これまさか挟まっておりますね。やっちゃいましたね、これね。とりあえずまだね、ワンプレイ残ってたんで押してみます。やばいです、挟まっております。でね、これね、やっぱね、
気まずいんですよ、ディスプレイゲットで挟まるとね。行きつけの店舗ならね、あのまたお前かっていう顔されてね、あのすぐゲットしてくれるんですがね、今回初の店舗なんでね、これやって結局ちょっと取れなかったんですよ、この引っかかってね。でスタッフさん呼んだ時にね、まああのこれ落ちちゃったんですかって聞かれたんですけどね、私あのいや落としちゃったんですって言ってね、あのちょっとなんかすぐすぐゲット判定をいただきましたが、その後からねスタッフさんがねインカムでゴソ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 ずっと喋っておりました。はい、というわけでこれで4人でねゲット判定いただきました。はい、続いてこちらのティッシュカバーですね、リラックマのティッシュカバー狙っていこうかと思います。でこれまさかの紐がね取り出し口側にね放置されている状態です。まあまあ騙されたと思って引っ掛けていきましょう。おっと、惜しいですね。ね、最後の反応は嫌われたのですが、反応としてはかなり良かったと思います。というわけで、もう一度ね、いきましょう。まだまだ紐引っ掛けれるんで。さあ、どうでしょうか。ここから紐掛けれて、寄せることができるのかってきましたね。これもなかなかね、わざわざ紐も出してパワーもそこそこあるんで、これ、ね、有料設定です。ありがとうございます。いただきましょう。というわけで、一旦これ紐で狙っていきます。トップポットで。あー、さすがに厳しかったですね。うん。ちょっとね、釣り上げてくれたらね、まあ反動でいけるかなと思ったんですが、さすがに厳しそうなので、もうここはクルリンパでいきましょうか。クルリンパでこう、つるんとね、滑らせながらゲットを狙いたいと思います。さあ、どうでしょうか、これは。起きた、起きて、おーなんだこれは、このリラックマがシールドにぶっ刺さっておりますね。いやー、これはどうしましょう。まあとりあえず寄せていきましょうか。まあ寄せてね、ふわっと持ち上げて、そのままストンと落としていこうかと思います。さあどうでしょうか。おーっと、これがっちりはまってますね。リラックマの耳のね、この横のここの部分ねとティッシュケースの間にシールドががっつり刺さっておりますね。というわけで、そのリラックマをクルリンパしていきます。狙いはかなりちっちゃいので、どうでしょう。右アームがこれを救ってくれるか。あーっと、さすがに景品がちっちゃすぎて、狙いがちっちゃすぎて抜けちゃいますね。はい、というわけで、じゃあ今度はボデー押しでいきましょうか。ボデーでね、この景品の頂点をググって押して、無理やり取り出し口に落としてやろうと思います。おっと、これはどうだ。ただね、これ引っかかりが取れているような、いや同じところ、あ、でも少し動いたかな？ん？あんま変わりませんね。というわけで、今度ね、ちょっと動いたことによってね、奥アームが景品当てれそうなので、奥アームで奥側の景品ですね、を押していこうと思います。もう、ぶち当てる感じですね。どうでしょう？あーってきましたね。はい、無事にマッチョが押しでゲットです。リプレイで見ていきましょう。やっと決まりましたね。なかなかね、最後の最後、手こずりましたが、奥アームね、これギリギリやっと取れたんですよね。一番手前ぐらいです。で、無理やりグイッと押して、リラックマをブリンとして、そのまま取り出し口落としてきましたね。というわけで、リラックマのティッシュケース、最後ね、ちょっと無駄がありましたが、800円でゲットです。はい、というわけでね、本日はね、有料店を探す旅という感じでね、あのタイトルだったんですが、今回あの初めて行った店舗かなり設定良かったです。あのラウンドワンさんもね、あのやっぱり私対策というかね、やっぱりあの上級者対策をしているお店はかなり難しいんですが、あのしてない店舗もやっぱり中にはあるみたいです。実際私行ったところかなり条件良かったんでね、なのでちょっとここをね、あのまた拠点にやっていこうかと思うんですがね、まあ私が行くとね、まあちょっと設定も渋くなるんですが、まあやはりね、まあそれはあのいたちごっこということで、というわけでこの辺でお別れの時間です。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。